こんばんは、菊池です。神楽坂で月に1回女性を対象にしましたお茶を飲む日というあのイベントを開催しております。はい、よろしくお願いします。お彼岸は何であるかっていうか知ってますか？向こう岸の、カレンに行きそうですね。そうそうそう、なんかイメージでもいいんですけど、まあ、お彼岸の中日っていう、まあ、秋分の日と春分の日ですね。っていうのは太陽が真西に沈む日なんですね。皆さん極楽浄土っていう言葉聞いたことありますか？そこには阿弥陀様が、まあ、いらっしゃって、阿弥陀様の国なんですね。で、まあ、ちょうど真西に沈む時、そっちの方角に極楽浄土があるんだよっていうことなんですね。その時に例えばあの亡くなったら大切な人のことを思ったりとか、ご先祖様のことを思ったり、まあ、そういうことをしましょうねという、意味も含めお墓参りもしたりとか、あのそういう日に仏教行事になってます。お茶を飲みながら、まあ、仏教についてとか、あのどうやって仏教をあの生活の中で生かしていくか、まあ、そんな話をあの皆さんとあの分かち合いながら、まあ、会を進めています。よろしければご参加ください。私も煩悩いっぱいなんでもう煩悩だらけなんでみんな煩悩だらけなんでちょっとここに置いてって今日はちょっとね終わる頃にちょっとここ置いてって1個ぐらい置いてって帰りましょう皆さん。